くいろんなバトルがあっから絶対経験してみてくれよな。よっ、悟空。あれ、おめえクリリンか。どうしちまったんだその髪。俺も年を取っちまったってわけよ。お前こそ懐かしい道着着てるじゃねえか。まあいいや、このシナリオはすっごいぞ。強敵がワンサカ出てくるからな。悟空、お前の父さんの話もあるんだぞ。おへー、いっぺー叩けそうだな。オラワクワクしてきたぞ。やっぱ悟空はいつまでたっても悟空だな。オッケー、じゃあ早速行ってみようぜ。いろんなバトルを見せてくれよな。悟空の父さんのすっげー戦いっぷりだぞ。なんつったってあいつの親だからな。オッケー、そのバトルだな。悟空の実の父であるバーダックはフリーザの裏切りにより仲間を失う。サイヤ人の未来をかけ、そしてサイヤ人の誇りをかけて、たった一人で最終決戦に臨む。フリーザ様のもとへは行かせんぞ。この俺が未来を変えてみせる。サイヤ人が来たぞ。フリーザ様のもとへ行かせるな。使えねえ奴らだぜ。まったくよ。危ないところだったぜ。ありえない、こんなことは。潮時かもしれねえな。やるしかねえ、やってやる。使えねえ奴らだぜ。まったくよ。お前は俺が始末してやるぜ。あ、ありえん。おめえは終わりだ。俺が終わらせてやる。すげえ戦いだ。こんなの見たことねえ。すげえ戦いだ。こんなの見たことねえ。嘘だろ、こんな。すげえ戦いだ。こんなの見たことねえ。
これがこの星の最後の眺めになりますね。ベジータの運、この俺の運命、カカロットの運命、様の運命だ。これで最後だ。どうしました？その程度ですか？どうしますか？こら！さすがですな。絶対に許され！フリーザを倒した。